ちょうど次に来る電車ですね。特急なんだ。それなら一本で目的地まで着くね。そうですね。時間あったらまた遊びに来てよ。はい。あっちで落ち着いたらご連絡します。ちょうだいね。はい。あそこは遠いですけどね。遠いって別に同じ空の下なんだからさ、どんな遠いって言ったってさ。それ言ったら世界中のどこだってそうじゃないですか。ユキは極端なんだから。そうそう、ユキは極端さんだね。今日までありがとうございました。本当に楽しかったです。いえいえ、こちらこそ。高島さんのおかげでいろいろなことが体験できました。本当、それは本当にそうね。電車そろそろなの？はい、10分もすればあっちの町に向けて、ガタンゴトンって電車が揺れて、窓からぼーっと景色を眺めている頃でしょうね。なんだか不思議な日々だったよ。不思議でしたか？うん、なんか今までと同じなのに全然違うような。当たり前じゃない。私はとても幸せだよ。でもそれ言ったら、この世界でじゃないの？そうですね。あ、電車が入ってくる。司さん、ユキさんをよろしくお願いしますね。うん、もちろんだよ。加賀美さん、どうしたの？改まって。いいえ、加賀美さんもユキさんのことよろしくお願いします。なんだ、やだな、そんな。器ではなかった世界が満たされた。多分それはふわふわとしたシャボン玉のような幸せの形。ただシャボン玉のように膨らんだ夢幻でありながらも、ちゃんと実在した記憶。
電車着いちゃったね。はい、でも大丈夫ですよ。知ってましたか？つながってるんですよ、この電車。あっちの町まで。そうだね。だからまた会いに来れる。あなたが私を忘れたらまた。なんか寂しそうね。え、何が？高島さんいなくなって。そう？でもそりゃ寂しいんじゃないの？何よ、なら言ってあげたらいいんじゃないの？一緒に。誰が？あんたがよ。何それ、嫉妬？なんで？だってさ、なんか怒ってるし、私の表情伺ってたし。うぬぼれないでよ。なんで私があんたのことなんか。そりゃ私のこと好きだからでしょ。赤くなった。こら、からかったわね。からかう？何言ってるの。Thank you.
知ることすらない無限か